エプロンと、ごまのつゆだから。こっちのポーチもほとんど100均で、文具とか、あと小銭、時計などを入れてます。防災グッズは楽天と100均で揃えました。バッグは楽天で購入しました。女性でも軽えるぐらいの 軽いものです。こんな感じ。色味もめちゃくちゃ可愛いですよね。こっちにもあります。外側にもここにポケットがあったり、背中の部分にも収納スペースがあります。収納するときは重心を上にした方がいいみたいなので、軽いものを下に、重たいものを上に入れていきます。リュックのこの部分に時計をつけておこうと思います。これも100均で買ったんですけど、日付もわかるし結構いいかなと思います。完成しました。こっちが母分で、こっちが私分です。こんな感じで携帯用にミニポーチも作ってます。この中はこれホイッスルなんですけど、ここに穴があって、こっから拭けるようになってます。トイレ、ミニトイレだったり、ミニハサミとか、緊急ダイヤルの使い方を印刷してみました。これはキャンバっていうアプリで自分で作ったんですけど、簡単に作れるので、ぜひぜひ皆さんも作ってみてください。また商品が届いたので開封していきます。多分今回もこの間のマラソンで買った商品が届いてるはず。じゃじゃん。続いてこれはこれですね。この間テレビで干し柿の特集があってて、干し柿がなんかむくみとかにいいらしくて、ちょっとすぐに即ポチしちゃいました。こんな感じ。今動画の撮影が終わりました。今撮影が終わりました。でちょうど9時ぐらいなんですけど、今からちょっと試食したり、あと投稿の準備したり編集したりして、でお風呂に入って寝るっていう感じなんですけど、バタバタな日は全然ご飯作ったりできないので、普段はもうほんとウーバーしたりとか、あとコンビニで買ってきたりとか、めちゃくちゃ不規則になっちゃうんですけど、それが楽しいので今から黙々と作業タイムになります。
で今日は Uber でスタバを頼んだんですけど、抹茶が飲みたくてとにかく、しかも焼き餃子と抹茶なんてミスマッチすぎますよね。だけどちょっと抹茶を買っちゃいました。しかも一番大きいやつとか頼んでみました。甘いもの補給しながら編集していきます。